平野の仕様の匂わせでプチトラブル。クレバが、トベの SNS フォローを外した音楽プロデュースの期待とトベの展望に注目。日本の芸能界は常に新しい才能と魅力的なコラボレーションが生まれる場所です。滝沢秀明氏が立ち上げた芸能プロダクション、トベもその例外ではありません。 最近、平野仕様のインスタグラム更新により、ファンの間で話題となっているのは、なんと音楽プロデューサーでラッパーのクレバとの関係です。この関係が、トベと共に未来の可能性を匂わせているとされています。果たして、彼らの期待に応える素晴らしいプロジェクトが進行中なのでしょうか今回は、その真相とトベの展望に迫ります。 第一章平野耀の Go with Hawaii ク k c r e くればコラボスニーカーが伏線となる。7月31日、平野耀がカフェでレモネードを飲むプライベートの画像をインスタグラムにアップ。フォロワーたちを興奮させた彼の投稿には、サングラスに白い T シャツ、ジーンズ、白のスニーカーというラフなスタイルが映っていました。 しかしそのスニーカーこそが注目の敵となったのです平野が入っていたのはスニーカーブランドゴーウィズホワイトとクレバがコラボした限定品と芸能ライターが語りますクレバはキングプリンスの代表曲となった1番の作詞作曲者であり平野の大ファンであることは以前から知られていました 平野が愛用するコラボスニーカーが二人の絆を象徴しているとされ、ファンの間にはこれが今後の伏線ではないかという期待が広がっています。第2章平野耀と三宅、健クレバによる楽曲提供の噂。平野耀は飛べに加入してから、まだ具体的な活動方針は発表されていません。 しかし、ファンは彼のクレバとの関係により、新しい楽曲提供の可能性を噂しています。戦術したように、一番はクレバが平野に楽曲提供した作品であり、その経緯から今回のコラボスニーカーが期待に繋がっているのです。クレバが楽曲提供するのは平野だけではないかもしれません。 トベ所属の第1号タレントとして知られる三宅健も以前にクレバとの関係を持っています。彼が所属していたグループ V6 解散時にクレバが提供した楽曲クリアは今でも多くのファンに愛されています。三宅と平野の共通点からクレバがトベに楽曲提供する可能性も浮上しているのです。 第、最初クレバのトベへのフォロー返しと匂わせに対する見解。興味深いことに、クレバはトベのインスタグラムをフォローしていたものの、最近ではフォローを外しているという報告があります。これに対してファンたちは、情報解禁前に、勘つかれるとまずいから、という見方をしています。 つまり、クレバが平野の匂わせに対して起点を聞かせて、フォローを外したのではないかという考え方です。第4章トベの未来展望と音楽プロデュースの可能性、平野塩とクレバの関係が今後のトベの展望にどのような影響を及ぼすのでしょうかまだ活動が明らかになっていないトベですが、水面下で着実に計画が進んでいることは明らかです。 平野や三宅のクレバへのリスペクトや信頼関係が今後の音楽プロデュースや楽曲提供につながる可能性が高いと言えるでしょう。平野市用とクレバの関係に対するファンの期待が高まる中、トベの未来も注目されています。彼らのコラボが実現すれば日本の音楽業界に新たな風を巻き起こすこと間違いなしです。ファンや音楽愛好者は 今後の飛べの展望を心待ちにしています。